ネモジュン TV。 はい、皆さんこんにちは。ネモジュン TV のジュンです。今日は1日のブログということで撮影の方を行っていきたいと思います。今職場に到着しました。今日も一日よろしくお願いします。みなちゃん出勤しました。みなせよ、みなせよ。おなぶったけよ。おなしようなのよ。楽しいわ。楽しいわ。ハッピーチーズ。ああ、来るね。ゆなちゃんと今日は頑張ります。ネモジュン TV。 スライサーなんですけど、実は日本のものなんですけどね。これで結構手を切ったことがあるので、ネモジュン TV。 今日は3の3がに人が多い感じです。今日は忙しくなりそうですね。
시간 풀자니. 今日は土曜日の午後ということで人がめっちゃ多いですね。今お客さん少ない感じなんですけど夕方からは多くなりそうです。はい、また後で。皆さんお願いします。どうします。この直行半ご飯で豆噌麺です。どうですか。じゃじゃん、こんな感じですね。気合入れんって感じね。ネモジュン TV。 皆さんこんにちは。今日撮影中なんですよ。撮影なんですか。うわー、藤井さんが来ました。出勤です。6時からです。これあの T シャツのってモグとグラでしょ。え、知らない。モグとグラ、ね、うん、一匹しかいないけど。一匹しかいないね。え、モグとグラって韓国、日本の、日本のなんか絵本。あ、見てるんだ。うん、そうなんですね。結構なんかあんまり動画を見たらいいだろうって見たらダメですから。そしたら隣同士で座ったりでもそういうことから、まあ、こっちの人で別れて座るんだら大丈夫ですけどって言って、それでも嫌って言ったらすいません、さようにかんないっていうことは結構面倒くさいです。面倒くさいです。なんか先週がすごい忙しかったから。さっきもワインだったんですけど、ふわって出てきて、今から入りました。です。はい。ややこしいんですよ、最近。ねえ、しかも私久しぶりに出勤するから、ちょっと見ても分からないですよね。でも、渋谷さんの2人って結構、初めてかも。この前、ちょっとだけ、うん、だったよね。夜、この時間は。そうですよね。あ、そんな方 Vlog してるで。あ、Vlog なんですね。そうです。今日の。はい、これからちょっと頑張っていきます。はい、頑張っていきます。はい。水谷さん。夜になって忙しくなってきたので気合い入れて作っていきたいと思います。料理頑張るぞ。
多いですよね、今日、やばい、カメラが汚れとる。お疲れ様でした。
Thank you.